今日は東京のですね、松陰区の第81回目となります。東京、大阪、金沢で開催してましてですね、合計すると約1万7千人近い人がこれまで、延べの参加になると言えます。今日も100名を超える人が来るという話は、多分それぐらいは今日もいらっしゃっているのかなと思います。皆さんに受付で来月号のエッセイをですね、毎月1ヶ月間で一番頭痛いのがこれを作る予算で、ようやく完成しましたので、皆さんによく読んでいていただきたいんですが、この場所は北朝鮮の軍事パレードですね。パッと見ると中国か思うけど、北朝鮮の軍事パレードです。今月号のエッセイのタイトルは、中国の仕掛ける歴史戦に対抗せよという言葉を書いてあります。実は以前アップルダウンにも掲載しましたですね、私たち昌平塾とですね、 JCC とかですね、また社員の合同の戦績を訪ねたという研修旅行にハワイへ行った時のことをまた書きましたがですね、どうして書きましたかといえばですね、そこで、ドゥーリットル隊がその内陸部で落下山でこう降りてですね、それを手助けた中国人とかですね、そういう人たちをその25万人殺害したといった、そういう表記をですね、ありえない表記を書いてあるのを発見しましてですね、早速帰ってですね、その写真を安倍総理のもとに届けることと合わせて秋葉先生代議士にですね、頼んでですね、こういうことはけしからんじゃないかということで撤去するように外務省を通じて、多分ホノルルの総領事館からが天保に話しましてですね、3ヶ月以内に撤去するということを約束されたわけでありましてですね、3月末まで4月1日からはですね、もうそういうことが撤去されているものと思いまして、もし行ってまだあったり他の人からそれを報告を受ければさらに抗議しますが、実はそういうエッセイを読まれてですね、私のちょっと知り合いでもあって松陰塾でも講師をしていただきました岸田さんがですね、1894年日本が中国から琉球諸島を含む沖縄を日本に帰属されたと、中国から日本が中国からと書いてあるんです。中国からというのは何ていうことだということで、彼は何度か抗議をして、これは撤去されたそうです。もう中国からという表記はなくなっちゃった。ということはですね、中国とか、いわゆる韓国もそうでしょうけどもですね、何度かこう出して文句言われたら下げるし、言われなかったらそのまま出してということのですね、ちょうど尖閣にですね、領海侵犯をしてきてはすぐ出て行ったり、潜水艦を回していって話したりとかね、小出しにしながら既成事実化を積み重ねていって、その自分の、その帰属するものであると、または、こういうふうに表記しているのに全く抗議しないじゃないかということでですね、これは事実なんだということと言ってくるわけであります。そういうことがないようにですね、以前から、日本に情報省を作ってですね、そういう間違った記載、間違った報道とかあればですね、即座にですね、知り得て24時間以内に反撃しろと、そのための3000億と3000人ぐらいの人員でですね、十分できるんじゃないかということを何度か私は書いてます。そういうことなども書きながらですね、実は中国の私の友人からですね、中国が、アメリカがですね、トランプ大統領になってからですね、これまではキッシンジャーって言ってですね、中国から顧問料も取りながらですね、かつてのアメリカの歴代大統領とですね、重要閣僚といいますか、やってた経験もあってですね、その人が、日本と、再軍備をしたらですね、伝統的、米中関係が
これを許さないだろうなんてことをですね言ったというのは、何年か前にですね、ずっと実はこれ情報公開をアメリカですと大体30年経つとこう明らかになったりとかね、まあ、60年経つとか、でその情報公開でそんなことが出てきてですね、私もけしからんなということで、彼の全般1年はですね、トランプ氏はキッシンジャーを軍事、外交顧問のように扱っていたんだけども、今度はですね、新たにランディ氏という方がですね、それに就任したと。この人は対中強硬派であってですね、2049、これは何を意味するかというと、1949年にですね、いわゆる中国が独立をしたと、いわゆる中華人民共和国が成立したと、それから100年のうちにですね、世界の覇権国になるというようなことですね、そういうものを許してはいけないということで、かなり厳しい論調でですね、いろんなエッセイを書いている方であってですね、彼がその立場になればですね、対中スタンスが変わるだろうと思っていたらですね、急にトランプの言うことが変わってきたなと私は見てます。だからちょっと安心しているわけだけれどもですね、まあ、そういうことで押したり引いたというのはどこの国でもやるわけですけどですね、日本はやっぱ一貫だってですね、この北朝鮮危機を機にですね、憲法改正を一気に進めなければいけないと。しかしながら自民党の中にもですね、安倍総理が主張するですね、9条1項2項を残して可見でということに対してですね、それでいいのかと、これは2項を削除した上でないといかんないかということで意見が二分してます。いろんな意見が飛び交っていると。で私はですね、じゃあそれを改めさせてですね、安倍さんに、公明党とかいろんなこともあって、まあ、本人にはそうしたいというよりもそうしなければ通らないんだろうというプラグマチズムというか実用主義的な判断で、そういうふうに言ってるんだろうと。だから1項2項は残したとしてもですね、3項にですね、ちょっと言葉を変えてですね、まあ、要するに国防のための交戦権とですね、国防のための、国防軍というかね、そういうものは陸海空を保持することとするというふうに入れてですね、できるだけその、まあ、矛盾といえば矛盾だろうけどもですね、そういうふうにしてでも、ここは通すべきだと。まあ、そういう、ちょうどこの危機が去ってしまったら、再びそういう気分になることも、時間もかかって、ひょっとするとこのまま永遠にこの憲法の下で過ごさなければならないことになってしまうし、今がチャンスだよと。まあ、そういう意味ではですね、衆参ともに3分の2は確実にという時が来年の参議院選挙までとなるとですね、そう長くはないと。その間にですね、発議をして、そして、場合によれば参議院選挙と同時選挙にするということも含めてですね、なるべきではないかということを書きました。まあ過半数取ろうと思って運動したところで非常に難しい。7割、8割取ろうと思う運動をして初めて過半数取れるかどうかという厳しいところにあるよということでですね、かつて現行憲法をですね、いわば浸透させるとか理解させるためですね、一大国民運動とも言ってもいいですね、当時の日本国の各家庭にですね、小冊子、をですね、配ってですね、2000万本を作って配って大運動をして、そこら中でですね、やったことを思えばですね、それに匹敵するぐらいのことをですね、参議院、衆参ともに3分の2したその後ですね、発議の後、6ヶ月がマックスですね。3から6ヶ月の間に国民投票ということが規定にあるということを考えるとですね、そう限られた期間ですけど、全面的にですね、国会議員はともかくとしてですね、当たり前ですが、もちろん憲法を改正支持する人でなければ、そういう運動に参加はしていただけませんがですね、県知事から県会議員、市会議員、町会議員、村会議員、議員さんがいっぱいいるわけですから、
それをケツ叩いてですね、このままでいいのかということをですね、国民運動にまでしてやり遂げて、でもですね、ここでやらなければですね、アメリカにとっては本当は北朝鮮がね、弾道ミサイル元が核の多弾頭化を完成させようがですね、そう出して怖いことはない。アメリカは圧倒するですね、軍事力と軍事のですね、最先端技術をもうすでに保持してるわけです。むしろ日本は一番危ないよと。私がかつてエッセイに書いたようにですね、二度あることは三度あると。この地球に二度原爆でですね、大きな被害を受けた日本に三発目に落ちるぞと。そのためにトランプの決断をですね、何としても限定公開空爆ということでですね、金正恩体制を覆したり、彼の命を狙うものではないと。しかし、この核実験施設やら、製造施設やら、実験場とかですね、100箇所程度は、いつからいつの間破壊するぞと。だから、その間、人命に危害が及ばないようにですね、退避してなさいというふうに、公開して、攻撃する場所を限定してですね、いつ行くかやるということで、やればですね、まあ北朝鮮とすればですね、それを持ってソウルにですね、いわゆる長距離砲がですね、1万以上あると言われてまして、ソウルを広めするというふうに書いていると、キム・ヨンさんがですね、私と会った時にもですね、あれは失敗だったと言ってましたがですね、また同じ失敗になるんですけど、私はキム・ジョンウンってはなかなかの男だし、彼はまだ若いです。だから今ここでやったらとか、やれば必ず北朝鮮もなくなります。ソウルに対して、日本に対してね、そういう大々的な攻撃すればもう体制も命もありません。だから彼はよく考えた結果ですね、じゃあどうしようかとなると、天安事件と同じようにですね、潜水艦から韓国の艦船を1隻か2隻、まあ、潰すというか、撃沈させるということで、国内向けに やり返したよというスタンスを取らないとですね、まあ、ヤクザがよくガラスは銃じゃないですか。やられたら何かやり返さないと確保だなんということでですね、そういうこともないは覚悟してですね、まあ、日本に悪いが及ばないですね、まあ、北朝鮮の政権は不都合な政権とはいえですね、あくに干渉エリアとしてあることの存在がですね、日本にとっても世界にとっても非常にありがたいなと私は思っています。だから彼を潰すべきではなくてですね、もし、中国が混乱があってですね、例えば金正恩を殺害したら混乱になって平定化するために中国人民解放軍を派遣するなんて言われて、38条戦越しにアメリカと中国が直接対立するようになったとしたらですね、日本にとっても大きな影響を及ぼします。またロシアがそういうふうになったとしても大変です。そうかって韓国アメリカがですね、北を滅ぼして中朝国境まで迫れば大変です。だから今の位置にそのまま残してですね、核も北朝鮮の核は対中国向けの防衛用の核です。それに限定するなら持ってもいいよと。しかし長距離弾道ミサイルでですね、アメリカまで届くような大気圏再突入技術はまだ完成してないと言われていますが、この実験はやらせないし、それから多弾頭化というかね、核の小型化してミルボとかいくつも一つのあれから分かれてそれぞれの都市を攻撃するというような技術の開発もできてないということで、その辺を抑えてですね、やはりこの辺を、まあ、いわば凍結するというかね、いうことが必要だろうというようなことも含めてエッセイに書きましたのでですね、ぜひ読んでください。私のあれでなくて、皆さんのご一緒のお話をちょっと長々話しすぎたんですが、よろしくお願いいたします。